ハインリヒフォンクライスト、ハインリヒフォンクライスト、ハインリヒフォンクライスト、1777年10月18日から1811年11月21日は、ドイツの劇作家、ジャーナリスト。直上本放で極端に走る性格は、当時の社会と馴染まなかったが、その作品は20世紀に入ってから評価が高まり、現代ではドイツを代表する、 劇作家の一人に数えられている。ハインリ・ヒフォン・クライストは七百七十七年十月十八日、クライストは十日と書いている、フランクフルト・アンデア・オーダーで代々続く軍人の家庭に生まれた。クライスト家の出自は、ポンメルンの古い貴族に由来している。十七世紀以来クライスト家は四十四人の将軍を排出する名門であり、祖父エーバルト・クライストは軍人でありながら、 同時に、詩人でもってレッシングと交友があった。また親戚には、溶接し、今日では、作家として忘れられているが、フランツ・アレグザンダー・クライストがいる。クライストの父、ヨアヒム・フリードリヒ・クライストは、フランクフルトチュートン地の、不評連帯司令物機体だった。彼は、カロリーネル・イーゼ、旧姓、ブルフェンとの最初の結婚で、ビルヘルミー。 愛称、ミネッテとウルリケを設けたが、後年この二人の姉にクライストは特に親しんだ。1775年父、ヨアヒムは、ユリアーネ、ウルリケ、旧姓パンビッツと再婚し、フリーデリケ、アウグステカダリーナ、ハインリヒ、レオポルトフリードリヒ、ユリアーネ、愛称、ユルヒエンを設けた。1788年に、父、ヨアヒムを亡くしたクライストは、 ベルリンの寄宿学校で教育を受けた。1792年7月からクライスト家の伝統に従ってポツダムコのエレン隊に入園し、フランス革命に対する干渉戦争に従軍して少年兵としてライン地方で戦った。1795年になるとクライストは軍隊生活に疑いを持つようになったが、なおしばらく兵営に留まり1795年に士官候補生。 1787年少尉に任官している。しかし個人的には、修正の友リューレフォン・リリー・エンスターンと共に数学と哲学を学び、いずれは大学へ進学するつもりだった。1799年3月には我慢のならない、軍隊生活を放棄し、家族から反対を受けた人生計画、つまり富でも、地位でも、名声でもなく精神の収容を、 積学問的研究を送るという計画を周囲に明らかにした。軍隊を去ったクライストは1799年4月から記事フランクフルトアンデアオーダーのビアドリーナ大学で数学と物理学、文化史学、ラテン語、そして家族を安心させるために官房学、管理して働くために必要な知識をまとめた学問を学んだ。クライストが特に興味を持ったのは クリスティアン・エルンツ・トビウンシュ教授による物理学の講義で、クライストは彼による実験物理学の個人授業も受けている。この時代の多くの作家にとってそうであったのと、同じように、自然科学は彼にとって、啓蒙主義的に自己と、社会、世界を知る、客観的な手であった。しかし希望を持って学び始めたクライストはすぐに、書物によって得る知識に満足できなくなった。 このため彼は飽き足りない思いに見舞われていたものの、このような態度は彼のいた環境では多くの理解を得ることはなかった。同じ1799年クライストはビルヘルミーネ・ネフォン・ゼンゲと知り合い、翌1800年初めには彼女と婚約している。1800年クライストはわずか三学期学んだだけで大学を離れ、ベルリンのプロイセン財務省で実習生として働き始めた。 これは彼の精神収容を継ぐという人生計画には反しているが、この背景には婚約したビルヘルミーネの家族からの官僚になってほしいという期待があった。1800年夏には財務省のために、おそらくは産業スパイのようなものだと思われるが、秘密任務を引き受けている。この職業的、社会的、個人的な悩みを彼は次のように書いている。 人生は難しいゲームです。なぜなら人は絶え間なく常に新しいカードを引かねばならず、しかもどのカードが切り札なのかはわからないからです。1801年2月5日アネウルリケアテ。この悩みはおそらくカントの判断力批判を読んだこと、いわゆるカント危機を背景に深まった。カントの啓蒙主義の楽天的見解に対する批判は クライストの単純明快な理性への信頼に、元人生計画を一世にして打ち砕いた。我々には、真理と呼ばれているものが、本当に真理であるのか、それとも我々にそう思われるだけなのかを区別することは、できません。僕の唯一最高の目的は、沈んでしまい、僕には、もはや何もありません。1801年3月22日、姉ビルヘルミーネアテ。 この危機から逃れるためにクライストは旅行を思い立った。1801年春、姉ウルリケと共にクライストはドレスデンを通ってパリへと向かった。しかし旅の意図とは逆にパリに来たクライストにはそこがフランス系蒙主義の示したのとは逆の非理性的現実呈しているように思われた。厳滅を通して再び理性の確実さと歴史の意思に対する疑いが深まったのである。 クライストはルソーに刺激を受け、農民の生活を志向するようになる。1802年4月クライストはスイスに赴き、ツーン湖に浮かぶアーレ島に住み始めた。これは彼の希望に従って、一緒に農民的生活を送ろうと望まなかった婚約者、ビルヘルミーネとの破局を招いた。クライストはすでにパリで悲劇、シュロフェンシュタイン家の元になる作品を、 このレスケの題名で書き始めており、悲劇、ノルマンの公爵ロベール・ギスカールもこの頃、制作している。さらにその後、悲劇、壊れ亀にも着手している。1803年春、クライストはドイツに旅し、ドレスデンで、フリードリヒドラ・モット・フーケとその友エルンストフォン、プフーエルと知り合った。プフーエルと共にクライストは再びパリに旅したが、そこで、 自らの才能に対する深い疑念にとらわれ、ロベール・ギスカールの原稿を焼き捨ててしまう。天は僕に、この世で最も偉大な富、名声を拒みました。1803年10月26日、ウルリケ・アテ・クライストはこの時、フランス軍に加わって、戦死するために、イギリス遠征に参加しようとする。しかし知人に説得されて、再びドイツに戻り、1803年12月ベルリンで、 外交に携わるポストを求めている。1804年中頃に、シュタインの率いる財務省でしばらく働いた後、1805年5月1日から、ハルデンベルクの推薦を受けて、ケーニヒスベルクで非常勤職員になり、国家経済理論家のクリスティアン・ヤーコップ・クラウゼから、財政について教えを受けた。ケーニヒスベルクでクライストは、哲学教授ビルヘルム・トラウモット・コッホと結婚した姉。 ビルヘルミネンに再会している。クライストはこの頃悲劇、壊れ亀を完成させ、アンフィトーリオンの制作にかかり、また悲劇、ペンテジレア、ミハイル・コールハース、チリの地震、現代、イエローにもとヨゼーフェなどを執筆している。1806年8月クライストは、友人、リリー・エンスターンに、国務から離れて劇作に専念する考えを打ち明けた。しかし勘を辞して、ベルリンに向かう。 途上の1807年1月、彼と同行者は、フランスの占領軍当局によって、スパイ行為の角で捕らえられ、ブザンソン近郊の銃砦に収監された。その後、シャンパーニュの戦時捕虜収容所へ移されたが、ここで、王公爵夫人、ペンテジレアを書き進めたと考えられている。クライストは収容所から解放された後ベルリンを経由して1807年8月の終わりに、 ドレスデンに着いた。ここで彼は様々な人物と知り合った。シラーの友人クリスティアン・ゴットフリート・トケルナー、ルート・ビヒティーク、カスパー・アーダー・フィト・フリードリヒ、歴史哲学者、アーダム・ミュラー、フリードリヒ・クリストフ・ダールマンなどである。クライストはアーダム・ミュラーと共に1808年1月、フェーブスを創刊した。この創刊号に悲劇の断片、ペンテジレアとして、 ペンテジレイアの一部が発表されたのだが、この号を受け取ったゲーテは変身の中で作品に対する驚きを表明しながらも理解できなかったことを伝えている。1808年12月スペインにおけるハンナポレオン放棄やプロイセンの占領状態、オーストリアにおける解放闘争の開始などから影響を受けてクライストはヘルマンの戦いを完成させた。発表は 死後の1821年1809年5月には、公用する反ナポレオン機運に希望を抱き、ダールマンと共に、ナポレオンが敗れた数日後のアスパーンを通って、プラハに赴き、ここでオーストリア愛国主義団体と交流しながら、ゲルマニアという名の週刊新聞発行を企画している。この新聞はドイツ解放運動の機関紙となる、はずであったが、 オーストリアの無条件降伏のせいでこの企画は実現しなかった。この新聞には彼のいわゆる政治的著作、この戦争はどうなるか、ドイツ人のためのスペインを手本とした大人も子供も使える、教理刀、フランスジャーナリズムの教科書、風刺しにして、昇華、ゲルマニア女神がその子に向かってなどが発表されるはずであった。1809年11月から1ヶ月彼は、 フランクフルトアンデアオーダーに帰省したが、その後ベルリンに帰ってからは死に至るまでベルリンで過ごした。ベルリンでもクライストは多くの人と知り合った。クレメンス・ブレンターの、ヨーゼフ・ホガイ・ヒエンドルフ、ビルヘルム・グルム、カール・アウグスト・ファルンハーゲン・フォン・ウンゼ、ラーヘル・ファルンハーゲンなどである。これらの人々ともにクライストは、キリスト教的ドイツ版三回のメンバーとなった。 1810年4月短編集が発行され、ミハイル・コールハース、王公爵夫人、チリの地震が収録された。また9月には、ハイル・ブロンのケイト・ヒエンが発表されたが、ベルリン劇場の監督・イフラトは、その上演を拒絶した。フェイブスの休館の後、クライストは、新聞発行を企画し、1810年10月1日、ベルリン有刊新聞が創刊された。この新聞は、 地域のニュースを毎日配信したがその目的として掲げたのは全階級国民に娯楽を供すること及び国民意識の寛容であった。飛行者にはドイツ版3回のメンバーに加えてエルンスト・モーリッツ・アルント、アーデルベルト・本社ン・シャミッソー、フリードリヒ・カール・フォン・サビニー、フリードリヒ・アウグスト・シテーゲマンなどがいた。クライスト自身もゾロアスターの祈り、世界情勢の観察、 ある画家がその息子にずつた手紙、最新教育計画などの記事を掲載している。特に、マリオネット劇場については有名。また、一般の読者にとって特に興味深かったのは、最新の警察による発表が掲載されることだ。しかし1811年春にはこの新聞も厳しくなった、検閲の煽りを受けて、廃刊となり、プロイ戦闘局への就職の見込みも不意になった。 クライストは生活のために書くことを余儀なくされた。1809年から書いていた儀曲、ホンブルクの講師、フリードリヒを完成させたが、これは1814年まで、フリードリヒ・ビルヘルム賛成によって、上演を禁じられた。また、この頃、ロカルノの女小時サントドミンゴの婚約を含む、第二の短編集を出版した。ひどく傷つき、窓からを突き出しているなど、 僕の上に注ぐ日の光が痛いと言ってもほとん,どん、いいくらいです。1811年11月10日、マリー・フォン・クライスト明け。生活は苦しく、世間からも認められないクライストは、自殺を決意し、癌を患った人妻、ヘンリエッテ・ホーゲルと共に1811年11月21日、ポツダム近郊の晩後半で、ピストル自殺した。など。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。